なぜ売れない、頑張っても成果が出ない本当の理由、経営のヒントを分かりやすく解説する社長の大学株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今回は頑張っても頑張ってもなぜ売れないのか、頑張ることと成果の盲点について分かりやすく解説します。最初はうまくいっていましたが、次第にうまくいかなくなることってあると思います。原因はいろいろ考えられます。ここは冷静に分析した方が賢明です。例えば新商品をリリースしました。初年度は思っている以上に受注できます。そうなると翌年は目標を高くするのが経営者の性分です。目標が高くなれば営業パーソンにそれなりの負荷がかかってきます。例えば広告の出稿量を増やす、訪問件数を増やす、見積もり数を増やすなど、コントロール可能な行動がどん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 増えていって負荷になってくるわけです。ところが、頑張ってはいるのに成果が出にくくなってきます。このようなケースは自社で商品を開発しない商社とか、卸売業にも多く見受けられます。様々なメーカーから商品を仕入れて、企業や小売業に販売しているわけですから、まあメインの仕事は営業ということになるわけですよね。通常年商20億から30億の商社や卸売業の場合、営業パーソンはおよそ10人から15人程度でしょう。まあこのような会社でも、まあ冒頭ね、紹介したように最初は簡単に受注できた商品が年を追うごとに受注するのが難しくなる。まあこういうのは頻繁に起こるわけですね。そこで経営者とか営業部長が営業パーソンにハッパをかけます。そうすると一人一人の営業パーソンに先ほど言ったようなコントロール可能な行動で負荷をかけてくるわけです。簡単に説明すれば行動量を増やせよということなんです。テレアポの件数を増やせ、商談数を増やせ、見積もり数を増やせ、まあこんなことです。営業パーソンの中には早出、そして残業をしてまで頑張る人もいます。ですが、頑張って、これ成果がついてくるのは、せいぜい2、3年でしょう。ここまでは営業パーソンの頑張りでなんとかなりますが、これ以上はちょっと難しくなってきます。なぜ簡単に受注できなくなるかといえば、競合の存在です。競合が同じような商品を開発した、競合の営業パーソンが、ローラー的に営業構成をかけている市場が成熟しきったなどです。このようなことは冷静に考えれば理解できるはずなんですが、渦中にいると目標達成しかこれ見えなくなってしまうんです。競合の商品や競合の営業方法について話をしたところで、上司とか社長がそれならしょうがないと引き下がるなんてことは決してありませんから。そこをどうにかするのが営業の仕事だろうと逆にハッパをかけられるのがオチです。これにより営業パーソンはさらなる頑張りを強要されるんです。新たに営業パーソンを採用してくれるならまだわかるんですが、大抵の場合現状の営業パーソンのままで頑張れと言われます。目標達成したら、まあ新しい営業パーソンを入れてもいいよと検討するよと、まあこんなことでしょう。このようなケースは重大な経営ミスが実は隠れている場合があります。そもそも数年前はスムーズに受注できたのに、今はとてつもなく頑張らなくては受注できないような商品はおかしいと思わなくてはいけません。市場に何か異変が起きているということは確かです。コスパに優れた競合商品が登場した。競合がゲリラ的に営業活動を行っている。この商品に対するニーズが低くなっている、市場が小さくなったなどの原因が考えられるわけです。ですから経営者が考えることは、営業パーソンの行動量を増やし負荷をかけるのではなく、冷静になって市場の分析をするということです。一生懸命に頑張れば頑張るほどそれに見合った成果を出すことは難しくなります。ここ重要ですからね。ここが実は盲点なんです。ですから、やるべきことは、商品を変えるか、営業のやり方を変えるかの二者択一。いずれにせよ、同じ商品を同じ売り方で何年も続けてるなんてことは無理な話です。とにかく、ものすごく頑張らなくては受注できなくなったら、
なぜそうなったのか原因を探って、それを解決することが先決です。営業パーソンに過剰な負荷をかけることではありません。今日の話が役に立ったという方は、高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。